3月18日、大阪池田市の阪急電車宝塚線の池田駅をスタート、池田市の五月山公園集合台に上り、さらに稲川を渡って川西市街から宝塚木月の森を経由し、さらに石切山山頂から万願寺に立ち寄り、川西の西明寺滝を見て、ゴールの阪急宝塚線山本駅に達するルート、約 13km を歩いてきました。万願寺は724から728年、聖武天皇の命によって、聖道上人が摂津の万願寺として、千手観音を本尊に回帰したと伝えられています。さらに、清和源氏の祖といわれる源光仲が、この寺に深く帰依したといわれ、歴代源氏一族の祈願所として崇敬を集め、発展したといわれます。寺内には、幼少時に相模の国の足柄山の金太郎として過ごし、後に源光仲の家来となった坂田金時の墓が建てられています。
西明寺滝は、西明寺川の上流にあって、鎌倉幕府の五代執権、北条時頼が、出家して西明寺入道と呼ばれ、この地に庵を結んだと言われることから、この名が残っています。江戸時代には、説明書末に、景勝地、西明寺滝として、紹介されており、滝を見る人々の様子が描かれているからです。